む、寒っ。で、で、今日もありますわよ。あ、まずはおはようございます。木曜でございます。参りますよ。木曜のマゲイラニュースでゴー。サイン、ありがとうございます。はい、今日の朝刊、気になること山盛りたくさん。例のごとくトランプ先輩、昨日も言ってたな、 TPP の件だ、俺絶対離脱に署名。どうなんだ日本だって。かつてはだな、アメリカ先輩がだな、俺 TPP 入っちまうから日本来るっしょ、来るっしょ。ちょまあ、ちょ国民に聞いていいですか。ちょ、いいいい、ダメだよあれだもん、ちょいいって言ってますっていう状態よ。でそっからしばらくして、オバマ先輩いよいよね、もうトランプ先輩変わっちゃう。でトランプ先輩は、あ、日本そういえばさ TPP 俺抜けっからね。えお、あのいやいや抜ける抜ける、あんなんちょっとやってても意味ないからさ、うん、あとメキシコに壁作っから。どうなんだ日本。まあいいだろう。あともう一つはな、横綱稀勢の里、日本人の横綱19年ぶりの誕生だね。いやいや、ただそうちょんまげだから親近感っていう。はい、終わり。で結構ね、やっぱり新聞って考えさせられる媒体だなって改めて感じました。もちろんスマートフォンから飛び込んでくるニュースってのもあるんだけど、こう能動的にというか自身でさ、本日もですね、朝から新聞紙を眺めながら自分自身が一体どこに立って生きているんだろうか、そして僕を取り巻くありとあらゆる世界には一体何が起こっているんだろうか、その世界で僕は何を考えないといけないんだろうか、まあ答えなんか出やしないんですよ。でもね、知ってる人からすればね、あっさーいかもしれないんですけれども、それでも喋らないよりは喋ってる方がいいかもしれないですからね。そうすると未来が見えてくるかもしれないし、そんなことを思いながら木曜日を、明るく楽しくキラキラと過ごしていきたいななんて思っております。また来週の木曜日もお会いしましょう。それではいきますよ、木曜日マゲイラニュースでゴーでした。さようなら。なんか今日スマートじゃない、うん。